はい、アフレコでね、話をしています。これ、まあ、うちの子も混ざってますけど、募集中のワンちゃんも入っています。こういう感じで、大運動会ね。この子かわいい顔してますね。で、走り回って、まあ、ストレスを発散してるのか まあ、とにかく楽しそうで、見ていて、飽きないですね。本当に嬉しそうに走ります。まあ、誰が先導して引っ張ってるのかわからないですけどね。こうやって雑巾をくわえて走ってみたり、まあ、雑巾引っ張り合いっこしてみたりね、非常に楽しそうに遊んでいます。で、今日ちょっと紹介したいのは、今一番小さくてクリーム色で走ってる子なんですけど、この子ですね。左の前足の肉球が形成不全で、ないところがあるんですね。指の肉球ですね。で、ちょっと左足の方が短い感じがするんですが、普段は、普通にさっきみたいに元気に走り回ってますので、問題がないかなと思います。で、この子は、非常にね、可愛らしい顔してます。可愛らしいですね。目も大きいですし、まつる短めで、顔も小さいです。まあ、ティーカップサイズになるかなと思います。で、下に下ろして、走ってるところで、体重ね、体重を測ります。体重は、他の子がいっぱい寄ってきて、ちゃんと測れないですね。はい、場所を変えました。900g ですね。体重、現在の体重は 900g ですから、もうね、昨年の11月ですから、7ヶ月、8ヶ月ぐらいになってますから、まあ、ティーカップに収めるのは間違いないかなと思います。ちょっとね、こう、前足短めという感じはありますね。ただ、そんなに気にするようなことでもなく、まあ、これは個性として受け止めていただいていいぐらいかなと思います。まあ、お外の散歩に行くと、ちょっと肉球がない分、ナスとかはね、ちょっとしんどいという、シチュエーションがあるかもしれないですけど、お家の中では全く、問題なく、元気に走り回ってますので、またよろしければ、この子にね、にも会いに来てもらえたらと思います。ね、楽しそうでしょ。で、足が短いですから、回転も早いですしね。嬉しそうに走ってます。リボンをしている子は、うちにトリミングに来てくれた、子ですね。あれはハッピネスですね。西島ハッピネス。ハッピネスって。ハピネスちゃんと、他のうちのレギュラーの子と、それから今募集中の子ですね。ほら、この子足が短いです。名前はね、まだつけてませんけど、本当に足が短くて、歩く姿がね、可愛らしいです。